元奏は、李氏朝鮮の第二十四代国王。忌名は、字は文王。号は、元の木。送り名は、召縮体験次曲中正公大臣、聖広の李孝雲昇華教門抜き、竹秋人明公大王。わずか八歳で即位し、病弱だったため、二十三歳で崩御した。純祖の孫で、孔明聖子の息子。母は、 長万栄の娘の上帝王公長子。純祖の日である純元王公が摂政となっていたが、安藤金氏と豊か城長子の勢力争いがあった。なお、清祖の血を引く王としては、最後の王である。領は、慶喜堂九里氏にある、慶領。孔明聖子と、上忠王公長子の息子として生まれ、王嫁孫に作法された。1830年に、明氏が 1834年に純祖が皇居すると8歳の年で即位した。年が幼いことから大王大妃の純元王校が7年冠水連長制をしたが15歳になった年に申請を開始した。県宗が国を治めた時期は朝鮮社会を支えてきた身分秩序と封建制度の崩壊があちこちで現れ始めた時だった。また水害と伝染病のため生活が 徐々に困難になり家を捨ててさすらう流民が急激に増加した。このように社会の不安から国王の敗を狙った無本事件が二度にわたり発生した。1836年には中世道にいた南、幼虫が清楚の弟である恩彦君の孫を国王に衰退しようとし、1844年には瓶進むが再び恩彦君の孫を国王に衰退しようと、 格索したが、いずれも失敗に終わった。二度の無本受験ともすべて、何の政治的勢力もないはずの中人と没落した両藩が起こしたもので、この時期には誰もが王権に挑戦することができるほど国王が、軽んじられていた。1845年には、イギリス軍艦サマラン号が、朝鮮政府の許諾なしにチェジュ島と西海岸を測量して帰る事件があり、 1846年にはフランス帝徳セシルがカトリック弾圧を口実に軍艦三隻を率いて国王に国書を受け取らせようとする事件が発生した。そして1848年には外国船が京乗道、全羅道、航海道などへ頻繁に出没し民衆が大いに動揺した。まさにこの時から朝鮮は西欧列強から通称と 文庫解放要求に合うようになったが、朝鮮は国際情勢に暗かったために何の対策も立てられず、重臣たちの権力闘争に明け暮れた。喧騒時代には大規模なカトリック弾圧があり、これをオノレ迫害と呼ぶ。当時朝鮮におけるカトリックは1831年カトリック。 朝鮮大教区が承認されるほど大きく成長したが、1839年のオノレイ迫害で、猛版シンプラのパリ外法、伝業会所属カトリック宣教師と、流進基地、長夏将らの一般信者たちが、セナムトで一挙に処刑され、1845年には、韓国教会司祭所の韓国人、カトリック司祭である、近代圏神父が殉教する事件があった。 9年間の新生期間、安藤金氏と豊城長氏の権力争いに巻き込まれた剣僧は、国内は、もちろん、朝鮮周辺の状況が急激に変わっているという事実がわからず、朝鮮に近づく列強勢力に対する対応策も準備することができないまま、1849年6月、23歳で皇居した。剣僧の娘2人が創生し、 男子も儲けることができなかったため、子孫はいない。また、曽祖,祖父、聖祖の男系子孫も、剣宗の代で断絶することとなった。剣宗の親類、近親、祖先の詳細、原型不起略奏婚生子、リアキヨ孫。22代、聖祖23代、純祖、孔明生子24代剣宗。恩彦君、前慶大院君25代明ら衆。 温心君南縁君、沖のり大院君二26代高想。温泉君。李氏朝鮮後期経図 AB 清の死後を隠した、朝鮮後期の国王たち朝鮮日報2007年9月16日。ありがとうございます。